こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバースをやっていきたいと思います。今画面に映っている、ヴァルキリー降臨のダンジョンが、まあ、3月4日までやってます。まあ多分今収録して公開っていうタイミングまでは間に合わないかと思いますが、これちょくちょくやっているイベントなので、はい、このようにこれルート3までクリアしてるんですけど、だいぶ前にやったイベントのはずです。で、今後このイベントがまた出た時は役に立つんじゃないかなと思いまして、チャレンジしたいと思います。ただ、これを見てください。本イベントは高レベルの上級者推奨イベントです。既に装備やスキルなどを整えてから挑戦しましょうとなっているので、かなりですね、上位エリア、上位ランクになると、クリアが難しい感じがあります。もう青のオーブが手に入るみたいですね。お、青のオーブとは何か。固有アビリティがついた合成素材です。同じ固有アビリティが付与された装備と合成することで、固有アビリティのレベルを上げることができます。まあ、とにかく良さそうなものですね。まずは、デイリーダージョン行ってみましょう。強っ、ゆうゆうさんですね、射撃が。まあ、ダメージ量は、まあ、そんなに多くないんですけど、集団で、しかも攻撃早いんで、雑魚敵は、あっさり倒してしまうんで、クリア、時間の短縮にはすごい役立ちそうですね。ちょっとデイリージャンジョンでも、その青いオーブもらえるのか。こういうデイリーダンジョンも、やってるイベントに連動するので、確実に、クリアしておきたいですね。さて、本番、主演のヴァルキリー行ってみましょうか。いやー、ドキドキですね。かなり、難しい可能性は考えられますが、チャレンジしてみましょう。このルールだと、レンジャーを加えてクリアしないといけません。レンジャー、そうです。レンジャー前回、言うですが、キャミーさんというのがいますね。ユウさん悪くないんですけど、やはり、ボスとなると一人で、かつ、大きなダメージを与えれる人ではないといけません。ミヨキさんが、すごく、その、強いダメージを与えられるんですけど、もう一人は欲しいですね。それから、まあ、メイさんのように、回復できる人。ですね。この人がいるとにかなと。魔法攻撃力ってこれ、全体なんだろうか。さあ、どうだ？結構ダメージ与えられてるぞ。カミーさんも。
さあ、ニョッキーさん。え、結構すごいな。これいけるんじゃねえの？あ、いった。あっさりだった。すげえな。金を手に入れている。なんだろう、この。金は。さあ、ルート5までありますね。これ、格段に多分難しくなってくる可能性はあります。今度はダークナイトを加えないといけません。となると選択肢が難しいな。まあでも攻撃力重視でこれ行ってみたいと思います。ダークナイト。なんか弱そう。これ無理だと思いますね。二段作戦を取りましょう。まずクリアしてからダークナイトを追加して行ってみるという、クリアした後にもう一度ダークナイトを追加したバージョンで、クリアしてみる。まずはクリアしてみないとね。まあ、ノーマルを攻撃ではそんなにダメージ与えられてないが、出して、あっと、ひよってるぞ、バルキリー。チャンスかを。一気かけ、火星に攻めたいところ。ニョッキさん強い。これ多分ニョッキさん一人で攻撃いけそうだな。ほとんどダメージ与えない、ニョッキさんじゃん。ダークナイトを次加えてもう一回やってみましょう。キャミーさんを交代させますかな。いや、メイさんかな。ダークナイトにして、ラフさんを入れてクリアじゃないスタート。最初から息飛ばしていきますよ。防御力はそれほど高くないのかもしれないですね。やっぱりめんどくさいのは防御力が高い相手で、ニョキさん大きなダメージは持つんですけど、防御力高いとダメージ与える量が少なくなる。さあ、ダークナイトを加えてクリアなので全滅しなければこちらは勝ちです。あっと、あっと、ダメだった。剣繋がらなくなった。ユッキーさん、あ、でも倒しましたね。今断末魔が、結構いけそうですね。でもこの天使の羽何なんだろう。何が行くか、ナーツを滞在やるか。ナーツを。ただ、ナーツを滞在はね。なんだろう。これを、オーブに変えられるのか。あ、なるほど。青のオーブの3を手に入れるには、もう少し天使の羽を増やさないといけないっていう、できてますね。
だったら、まだいけるんですけど。未熟の H っていうのがどうもいるみたいですね。そんな HP がアップするとなってますね。あれば嬉しいのかな。お、フォークのぬいぐるみ2が出てきたぞ。なんだろう、この。ああ、外装ですか。外装は別にいいや。フォークのぬいぐるみ2をゲット。そうですね。どちらがいいのかな。まあ、一度、バルキリーやりましょう。これ、クリアしても、あ、しまった。元に戻しといてよかったと思う。なんだ？さあ、もうちょっとですよ。倒しましたね。今度は全滅せずに行けました。すごい大きな宝箱。おっと、なんかでかい壁を手に入れたぞ。これダークライトがレベルアップしました。でかい翼を交換できるって、あ、これのことか。やってみましょう。最後に7つの滞在のスタミナ50をいってみたいと思います。この時点であやめさんが回復アイテムになってんだけど、プリーストは、あやめさんの方が強いのか。これなんだろう。最高位ってなんだ？なんかあんまり活躍できない予感がする。相手もなんか今一歩かもしれない。もう一度さっきのキャミさんを頼りましょう。まあ、回復できる人が欲しいんですけどね。さあ、チャンスですよ。お、キャミーさん相手を気負わせることができるんだ。そうするとダメージが大きくなる。あ、ヨッキーさんちょっとスタミナが。あ、倒しました。やりましたね、ついに。誰も犠牲にならずに。
成コンティニューなしでクリア、完全クリアですね。七つを滞在コラボダンジョン。最高の結果です。はい、というわけで、これもやってみますかね。これは簡単にクリアできるでしょう。でもだんだんとダメージが、あっさり倒しました。セブンスリバースやっていきました。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ブログやツイッターやっております。説明欄に記載しておりますので、よろしければ見に行ってください。また最後で20秒で流します関連動画、動画プレイリストの方もよろしければアクセスしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。